若い世代のビール離れが進む中、サントリーは炭酸水で割って飲む新しいビールを発表しました。こちらのビールをこうして炭酸水に注いで自分好みのビールを楽しむことができます。新しいビール、ビアボールはアルコール度数が 16% で、そのまま氷を入れたり炭酸水で割ったりと、お酒に強い人も弱い人も好きな飲み方を楽しむことができます。サントリーはこのビールを7月から飲食店向けに、11月からは家庭向けに発売すると発表しました。ビール類の市場規模は消費者の嗜好の多様化や若者のアルコール離れなどで縮小傾向が続いていて、サントリーは MZ 世代といわれる20歳から40歳をターゲットに市場を活性化したいとしています。